オリンピック・パラリンピックと並ぶもう一つのスポーツの祭典、世界中からトップデフアスリートが集結する大会は大注目間違いなし。今回はそんなデフリンピックを理解してより楽しんでもらえるように、日本のデフスポーツをよく知るお二人にインタビューしました。東京都立大学健康福祉学部では2016年より全ての都民が生き生きと生活活躍できる都市の実現のため、パラスポーツの理解促進と裾野拡大を目的とした様々な企画を行っています。この動画を通じてデフスポーツとろう者への理解が広がることを願っています。ではまず、デフリンピックとはどんな大会なんでしょうか。スタートの合図や注意のホイッスルが聞こえない選手のために、ランプや旗を使って合図をする視覚情報を利用して行われるのがデフリンピックなんです。そんなデフリンピックがいよいよ日本で開催されることになりました。ここで日本のデフスポーツの歴史を振り返ってみましょう。日本のデフスポーツの始まりはいつ頃でしょうか。実は日本が明治になった頃のアメリカメジャーリーグでローの選手が活躍していました。この選手に判定を伝えるために野球のアウトやセーフといった審判のジェスチャーが生まれたと言われています。このような背景から、野球はすでにろう者も参加できるスポーツとして発展しており、日本のろう者の間でも野球が広まっていきます。そして1918年大正時代に初めて日本ろう話協会東京部会東京野球大会が開催されるほどになります。1925年には日本ろう話協会が設立され、福祉の向上とデフスポーツの普及活動が始まります。この頃には野球以外にも卓球や陸上など競技も増え、ろう学校や文部省などの協力で全国的にデフスポーツが広がっていきます。しかし戦争によって協会は解散、ろう者のための活動は停止してしまいます。終戦後の1947年、現在の全日本ろう話連盟が発足し、改めてろう者の福祉向上とデフスポーツの普及活動が再開されます。ただ欧米ではデフリンピックが定期的に開催されており、
日本のデフスポーツ環境との差が大きく広がっていきます。日本でもデフスポーツを専門とする組織、日本ろうあ体育協会が設立され、デフリンピック出場を目標に普及と環境改善を進めていき、1965年の第10回国際ろう者競技大会から日本も正式に参加することになりました。しかし国内ではろう者への理解が不十分なことが原因で、さまざまな問題に直面します。実際どのような問題があったのでしょうか。Thank you.
このような問題を乗り越えながら、少しずつろう者への理解が広がっていきます。ぜひデフリンピック開催をきっかけに、デフスポーツへの理解を深めてほしいと思います。そんなデフリンピックですが、いざ開催しようとすると課題も山積みです。どんな課題がありますか？このように競技環境や資金援助の面で、まだまだデフスポーツへの対応が進んでいないことがわかります。お二人も今回の東京大会を機に、デフスポーツへの理解が進むことを望まれています。これまでデフスポーツの応援に行ったことがない人は、どうやって応援すればいいかわからない人もいると思います。教えていただけますか？
肝であったみたいな。食べて。じゃあ、な、食べて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 、ぜひ拍手の手話や大きな身振り手振りを意識して2025年のデフリンピック東京大会では頑張る選手の皆さんを応援してください。そしてろう者への理解が広がり共生社会の実現が進むことを願っています。